基本藤川球児中日が浮上することはないと思います。こちらすでに貼られた記事、藤川さんは背後球団の中で最後に触れた昨季再開、中日への評価、中日については阪神としては大丈夫です、何にも問題ないです、例えば中日に負け越したとしても中日が浮上することはないと思います、と具体的なことを特に語らないまま今季の苦戦を予想した。アキーノが40本40盗塁するけど、そんなことはいでもわかる、クソ自分のストレートは浮き上がってくるからってバカにしやがって、具体的なことなんか言うべきちゃうか、言うまでもないってことでしょ、これが火の玉ストレートや、背の中日、あの日ハム、この人をそう言わんからな、大丈夫だ、二遊間だなんとかしてくれる、土田、村松、うおー、弱すぎて眼中にないってことやろ、負け越す可能性はあるんですか、去年も13勝12敗やし、そんな余裕ぶっこけるほど勝ってるわけやないんやがな、仮に中日に負け越しても中日が浮上することはないから大丈夫らしいで、まあことがうまくいってもボイが精一杯やろ。ご視聴ありがとうございました。